はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。この動画ではメダカを屋外飼育する際に使用するおすすめの提唱を紹介していこうと思います。で、このチャンネルでは過去にもメダカに使用するおすすめの提唱に関する動画をアップしてはいるんですけども、また年が変わって2022年ですね、今、今年もだいぶ気温が上がってきて、これからまさに本格的にメダカのシーズンが到来するっていうことで、また新たにですね、動画を撮ってメダカの屋外飼育に使用するおすすめの提唱をシェアしていこうと思います。で、今までですね、いろんな提唱をメダカの屋外ビオトープに使用してきたんですけども、やっぱこれが一番いいなと思ったものを紹介しますので、これからメダカの飼育を始めるっていう方はですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ではですね、数多くある提唱の種類の中で、これがメダカのビオトープにはおすすめだと思ったものは、ズバリですね、これは赤玉土ですね。これメダカの飼育ではめちゃくちゃ有名なので、すでにご存知の方も多いかもしれないんですけども、やっぱ赤玉土はかなり優秀なんですよね。で、この赤玉土を知らない方もいると思いますので、ざっくり説明しますと、実はこれですね、アクア用品ではなくて、園芸用、ガーデニング用品ですね。その土として売られていて、基本的にはですね、熱帯魚ショップで売られているものではなくて、ホームセンターとかにあるガーデニング用品が置いてある場所に置いてます。あとこれダイソーでも売ってますね。ただ、100均で買うよりも、ホームセンターとかで買った方がですね、全然安い場合が多いですね。それぐらいコスパのいい提唱になります。そして何よりも、この赤玉土を使う最大のメリットというのが、ろ過能力がめちゃくちゃ高いっていうところですね。厳密に言うと、赤玉土そのものがろ過能力が高いっていうわけではなくて、赤玉土の構造っていうのがろ過能力を高くしやすい作りになってるんですよ。ちなみに、ろ過には大きく分けて3種類あるんですけども、まず1つ目が物理ろ過って言って、これはスポンジなどの露材に水を通すことで、水中に含まれるゴミとかをこし取るろ過ですね。で、それから吸着ろ過、化学ろ過とも言うんですけども、これの代表的なものは活性炭とかゼオライトですね。これらが有名で、水中の黄ばみとか匂いを取ったり、あとアンモニアなどの有毒な物質を吸着して取り除くろ過のことです。で、それから最後のこの生物ろ過っていうのは、目に見えないバクテリアっていう微生物がアンモニアなどの有毒な物質を毒性の低い物質に分解する作用があって、これがですね、生態を飼育する上で最も重要とされるろ過になります。で、この動画で言うろ過能力っていうのは、最後の生物ろ過のことを言ってますので、その認識で聞いてもらえたらと思います。で、なんでこの赤玉土を使えばろ過能力がアップするのかというと、この赤玉土の形ってゴツゴツしていて、表面には無数の穴が開いてる感じになっています。で、こういった形状のものを多孔質なんて言うんですけども、この多孔質っていうのは、石の表面積がすごく広くなるので、水をきれいにするバクテリアっていう微生物が多く定着できるんですね。なので表面がツルツルしている石を提唱に使うよりも、ろ過能力が圧倒的に高くなって、それで生態が飼育しやすくなるってことにつながるってわけなんですよ。で、ちなみにこのあたりの詳しいこととか注意点っていうのは、こちらの動画の方で詳しく説明していますので、もしご興味がありましたらぜひご覧になっていただけたらと思います。で、僕はですね、よくメダカの屋外飼育では赤玉土を使うんですけども、ほんと水が傷まないですね。で、水って時間が経つと腐ってしまうってよく聞いたことがある人も多いと思うんですけども、厳密に言うと水は無機物なので、水自体が腐ることはなくて、水中の中に雑菌とかが湧いてダメになってしまうことを腐るっていうふうに表現してるんですね。この水が腐った状態になってしまうと、かなりきつい匂いがするのですぐわかりますね。で、ろ過がしっかり効いている環境ではこういったことが起こらないんですけども、赤玉土だとほんと水が腐るってことがないですね。そのことからはですね、メダカの屋外飼育ではめちゃくちゃおすすめできる提唱といった感じです。あとですね、赤玉土以外だとアクアリウムでよく使われるソイルが多孔質なので、これがですね、赤玉土と同じ構造なんですよね。なのでこのソイルを使っても赤玉土と同じ効果が得られると言えます。ただソイルって水草専用の土って言われるぐらい、この土の中に栄養素を豊富に含んでいて、これ使用初期だと土の栄養分っていうのが水中に溶け出してしまって不栄養化って言って、これ飼育水の中が栄養素で満たされた状態になりがちなんですよ。生態に悪影響はないので心配いらないんですけども、例えばですね、不栄養化したこのビオトープを直射日光の当たる場所に置いとくとどうなるかというと、苔が大発生する可能性がめちゃくちゃ高くなるんですよ。
まあそれでなくても苔が発生しやすい状態になりがちになってしまうので、もしソイルを定床に使うときは、立ち上げ当初っていうのはこまめに灌水をして、まあ土から溶け出してきた栄養素をですね、まあ外に逃がしてあげるっていった対策をした方がいいですね。まあいずれにしてもですね、この赤玉土とかソイルといった多孔質のものを定床に使えば、もうそれだけでろ過能力が高くなって、メダカとかの生態を飼育しやすくなるっていう大きなメリットがありますので、まあこれからですね、メダカの屋外飼育を始めるという方はですね、ビオトープを立ち上げる際にこういった定床を取り入れてみるのもいいかと思います。まあぜひご参考になればと思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。